적자! あなた、どうしたの？
Thank you.
シザーフリーク、いや、来ないで。本当に行くのか？ああ、大丈夫大丈夫。そろそろ体を動かさねえとな。私はここにいます。最高の映画の公開だ。この人に近づいてはいけません。のか？ああ、大丈夫大丈夫。そろそろ体を動かさねえとな。処刑の時間だ。私を使うなら気をつけないと。私は
づいてはいけません。俺こそが軍団だ。最高の映画の公開だ。シザーフリーク、いや、来ないで。見つけた。Thank you.
ちに来て。夜がもうすぐ明ける。私のハサミ、あなたがハサミを奪ったの。覚えてない、覚えてない。なぜ覚えてない。私はちっとも忘れられないのに、そんなことができるものなのか。ああ、なぜできる。ハサミをやはり手にしているじゃない。私のハサミを盗んだ。だから自分自身を解放した。でも私はまだ引きずっている。どうにも切り離せない。全部お前のせいだ。この手にあるハサミがお前を知って
ている。ハサミがお前だと言っている。ああ、大丈夫大丈夫、行くって。そろそろ体を動かさねえとな。戦いには慣れています。大丈夫です。本当に行くのか。処刑の時間だ。私はここにいます。俺こそが軍団だ。この人に近づいてはいけません。どこに隠した、どこに隠した。腹の中か、頭の中か、どこにある、切り裂いてやる。これは、逃げられない、お前も同じ、逃げられない。ここに、私が仕事から帰ってくるまで家で休んで待っているように言ったじゃないですか。またこんなにボサボサになってしまって、このまま帰らせるわけにはいきませんね。さあいらっしゃい。帰る前に私が手入れして差し上げます。
ここにいますよ。何を言っているのですか？まるで私のことを忘れてしまったかのようですよ。あなたは私の前で二度も倒れていたというのに。昨夜あなたを家まで連れて帰り、今日は店に連れてきました。いつもこんな大変な目に遭っているんですか？あなたを整えるために残業しないといけませんね。でも少なくとも今回は気絶しなくて済んだみたいです。今回は自分で服を着替えられますね。昨夜一番大変だったのがそれなんですよ。全然構いませんよ。私は人の世話をするのが得意なんです。あなたがゆっくりと良い眠りにつけることが一番大事ですから。私の店にいらっしゃった以上、今のあなたはお客様です。まずは軽く洗い流しましょう。あなたの神経は緊張しすぎていますから、リラックスしないといけませんね。何か話したいことがあれば、ゆっくり話してください。お客様の要望には、すべてお答えいたします。さあ、目を閉じて。泡が目に入らないよう気をつけてください。温度はいかがでしょうか？失礼いたしました。今はいかがでしょうか？それならよかったです。昨晩の10時半ごろ、あなたにお会いしました。仕事の帰り道、この辺りの時計塔の近くで霧が立ち込めていて、その中に奇妙な赤い光が見えました。
それが気になって見に行こうと思ったんです。路地の角に着いた時、あなたが倒れていて、濃い霧から逃れようと外に出るために必死にもがいていました。そうです、確かに私を見てくれました。そして口を動かして何かを言おうとしていました。あの時あなたは私に何と言おうとしていたのですか。口の動きからすると違うように思えますね。やはり忘れてしまったのでしょう。もしかして探偵さんでしょうか。なんとなく推測です。あなたが前に着ていた制服は特別でした。ミノス危機管理局、なんだか秘密組織みたいですね。近所の人たちの話では、最近通りに現れる奇妙な霧が注目を浴びているようです。都市管理者が専門家を派遣して調査していますが、霧の中に入り込むのは調査員だけですから。それに私が家に帰ってくるのを待つこともなく、一人急いで霧の中に捜査に出向いてしまう。これは随分と探偵気質が強すぎませんか。私もそう思いますよ。謎の凶悪犯を捕まえる名探偵、あなたにぴったりですね。洗い終わりました。さあこっちに座って、少し整えて差し上げましょう。続けましょう、探偵さん。あなたの目には探求心が満ちているのですから。通りの人たちから聞いた話ですと、最近現れた新しい伝説だそうですよ。私は直接見たことはありませんが、近所に出会った人がいますから、明日訪ねてみるといいでしょう。もしそれがあなたをここまで逃がしてくれた存在だとしたら、それは少なくともシザーフリークではありませんし、もしかしたら可愛らしくて優しい子なのかもしれませんよ。
この通りの霧は、私がここに引っ越してきた時からありました。今までも、時折出ていましたよ。聞いた話ですと、霧の中では、すべての電波が途切れ、人々も方向を見失います。霧の中にいた人は、外に出られず、霧の外にいた人は、中に入れないのだとか。ただし、その状態が長く続くことはありません。1、2時間くらい。もしくは、それより早く霧は消え、すべてが元通りになるのです。こんな風に1日中続いて、まだ終わらず、しかも、通り全体を覆っているなんて。確かにこれまで、こういった状況になったことはありませんね。髪が凝縮してできた怪物？霧の中に現れたのですか？聞いたことがありませんね。以前は確かに、ノームと共に、シザーフリークが現れるという噂がありました。噂によると、シザーフリークは、人の姿をしているようです。髪の怪物といった話ではありませんでしたね。かもしれませんね。探偵さん、何か思い出しましたか？まるで怪奇譚のようですね。探偵さんも、そういうのがお好きですか？探偵さん、このシザーフリークが出没する通りで、このような話があることをご存知ですか？シザーフリークは、獲物の体を傷つけるのではなく、魂を刈り取るのだと言われています。
その真の姿を知る人はいません。シザーフリークは決して子孫じることなく、そして諦めることもないからです。ああ、あなたは確かに特別ですね。あの濃い霧を利用してまたあなたを探しに来るのでしょう。今晩のように。昨夜も同じ表情でしたね。失礼いたしました。ハサミがそれほどまでにトラウマを与えていたとは思い至りませんでした。私はいつも鈍感ですね。過去を忘れてしまったことで不安になっているのでしょう。安心してください。あなたは弱くありませんよ。あなたに戦う力があるからこそ、傷を負うだけで済んだのです。昨夜の霧の中で何が起こったかはわかりませんが、シザーフリークは追いかけてくることもなく、意識を失ったあなたに手を出すこともありませんでした。いいえ、間違いなく私が来る前に逃げ出しました。昨夜はあなたが勝利したのです。強いことを忘れてしまっているだけなのです。あなたがどのような人であろうともそれは変わりません。そうですね。私も霧の中に落とし物があったものですから、そのことで悩むべきだと思いますか？思いません。今のままで十分です。私の生活は相変わらず平穏です。これでいい。
ずっとこんな感じで続いてくれればいいのです。明日からまた仕事ですから手伝うことはできません。でも明るくなったら近くを散策することができます。近所の人たちは親切ですから、あなたに手がかりを提供してくれるかもしれません。さあ家に帰りましょう。しっかり休んでください。何かを思い出すまで私のところにいてくれて構いません。まずは心を落ち着けてください。霧はいつか晴れるものです。そこまで悩む必要はありませんよ。